こんばんは。4月19日金曜日午後10時30分はまだま、あ、今、はい、午後10時30分を回りました。4号金吾の夜、第703回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、今日っていうか昨日からちょっとずっとあれこれ忙しく、まあ、忙しくというかね、まあ、動いていたんですけれど、何をやってたかというと、撮影機材、もうね、長く使っていると、もうどんどん壊れていくんですね。こんな感じで、これの三脚なんですけれど、三脚の上の方、これ雲台があるんですけど、雲台のところ、三脚の足がね、もうボッキンボッキン折れちゃうんですよ。一回ね、夏祭りの取材で、三脚を立てて撮影していたら、ちょうど神輿が進行方向僕の方にぶつかってきて、足がボキッと折れたりとかね、結構ね、激しい使い方されて、もう壊れたやついっぱいあるんですよ。で、壊れた足は1本折れても、他の部品はね、結構使えるんで、壊れた撮影機材で何かできないかなとずーっと思ってたんですね。で、あ、もしかしてこれ、この部品とこの部品を組み合わせると、なんかできるよなと思って作ったのが、じゃん、これです。これ、どけましょうか。よいしょ、これを作りました。これ元々はね、あ、もうないか、スマートフォンの、ホルダー、スマート、これ吸盤があるんで、先にスマートフォンをつけて、そして、車のフロントガラスに、つける、フォルダーですね。それと、これ上の方はですね、これは普通の、三脚の雲台、ね、こういったのがあるんで、これをカパッとはめると雲台、それをね、アロンアルファでくっつけてこういうのを作りました。もうほんとね、使えない部分が捨てて、使えるところをね、うまくね、組み合わせました。この雲台のこのマウントによって、このデジカメをね、よいしょ、ぐりぐり回して、で、雲台に固定する。はい。と、もうこんな感じで、低い位置で吸盤で固定して撮影することができる。もっとこれダメなんでくっつかないんですが、ここなんかであるときちっとくっつくのかな。はい、固定されますね。こんな感じ。で、このフレシキブルにグリグリグリっと回るんで、ね。こうなっちゃったり、ここもね、グリグリグリっと回るんで、いろんなところにくっつけて、いろんなアングルから撮影することができるんですね。あれ、よいしょ。よいしょ。またこれを上の方をね、差し替える。例えば、一回デジカメを外して。はい。その代わりに、これ、スマートフォンなんか止めるやつ、フォルダー。それをつけます。よいしょ。はい。それを雲台に取り付ける。そして、ここにスマートフォンを挟むと。はい、こんな感じでね、スマートフォンを挟み込んだ。あと、これが曲がるんで、ここをキューっていう風に持ってきて、ここで吸盤でこう止めたり、さっきあったようにこれグリッと曲げて、ね、ガラスやフロントガラスに止めて撮影するとかね、まあ、これはグリグリグリ回るし、ここもさっき言ったようにグリグリグリ。動いちゃうんでね、いろんなアングルでの使い方ができるかなというふうに、こういったのを作ってみました。
作り方は、YouTube の動画の方に昨日アップしました。で、作った後に実際、車のフロントガラスに止めて、ドライブレコーダー代わりに、使ってみた、動画もね、YouTube に掲載してますんで、どうぞご覧ください。結構ね、こんな風にして廃物利用というか、使えなくなったものをうまく活用するっていうことによって、頭の体操、まあ、手を使うんで、もうボケ防止というかね、もう51歳になったんで、もうすぐ52ですね。ボケ防止に脳の活性化のために、もういらない、もう捨てようってなくて、待てよ、捨てる前に何か使えないかなっていうことで、頭を使うと、ボケ防止にはいいのかなというふうに、まあ考えてる、思ってるところでございます。皆さんもね、自分の家に、使えない部分、使える部分があったら、使えるとこだけ残してね、このような部品を、機材を作ったりすると、また面白いことができるのかなと思います。はい。どうぞ、DIY、手作りに挑戦。手作りというか、まあ、作ってあったものを自分で、ただアロンアルファでくっつけて、はい、終わりっていうだけでしたけれど、まあ、なんか、作ってみると楽しいかと思います。はい。と、これを元に戻します。今日お話することなんだかねということ書いてますね。なんだかねということ結構あるんですよね。なんだろうって、あまりね、首突っ込むともう嫌になるんですけれど、で、今回ちょっと同じメディア関係の方々の問題があったんで、昔よね、なんでこんなのかなということなんですよ。前もこの放送で何回か話をしたかと思うんですけど、先週の金曜日、ある大手の業界新聞から、取材の依頼、電話で取材依頼を受けたんですけれど、なんていうかね、そこの業界のことを聞くのかなと思ったんですよ。で、質問されたんで、話をするんですけれど、途中で話を遮っちゃうんですね。市民メディアとは何ですかって質問されながら、市民メディアこうですよって説明する途中で、ああ、な感じで、言葉を遮って、次の質問に行くんで、あれ、なんだこれはって、何のこと、何を記事にしたいんだろうかと、業界に関することを書きたいのか、市民メディアについて書きたいのか、まあ、判然しなくて、その記者の方言うには、上司と相談をして、また来週、今週ね、お電話しますので、よろしくお願いしますって言われたんですけど、果たして TPP のことなのかな、市民メディアのことかなのかな、ずーっと思いながら、昨日忙しい時に電話がかかってくるんですよ。ちょうどこういったものを作ったり、倉庫の方に行ってね、こういった部品をね、探したり、あれこれして作ってる最中にも、もう電話が鳴ってくるんで、作業中はね、集中したいんで、ほとんども電話出ません。まあ僕はわがままで頑固なんで、もう絶対電話出ないと思ったら出ないんですけれど、そこでもガンガン電話かかってきたんですけれど、まあ無視しました。なんていうかね、話を聞く態度っていうのがなってないんですよね。新聞記者の割には、記者は取材対象者に対して、ね、きちっと話を聞いて、自分で理解した上で質問をするというのが本当基本なんですけれど、前回の先週の金曜日のお話では、市民メディアの方が地方でやっているのが面白いから記事にしますっていうんで言ったんですね。面白いから記事にするって何ですかって。だったら市民メディアは、東京にもいらっしゃいますよねと。東京の方は取材すれば一番近いですよねと言ったんですよ。いやいや、それじゃあ、記事にならないし、面白くないから、地方で頑張ってる方々の記事にしたいと。なんで面白いからって言うんですよ。面白いからっていうのを理由で、市民メディアを記事にするって何だろうかなと思ったら、出ましたね。日本、あ、もう新聞名言いませんけれど、堀潤さんの記事が、そこの、僕が取材を受けた新聞社の紙面に載ってました。ああ、なるほどね。堀潤さんが今 NHK を辞めて、まあ市民メディアとして僕も参加してます、8ビットニュースの方でね、ちょっと情報発信していこうということで、結構今露出してますよね。それに乗っかって、そこの大手業界新聞も記事を書いているんですね。多分その流れで
じゃあ市民メディアとは一体何だろうっていう流れで僕に来たのかなと思ったんですよ。だからミーハーって言ったら悪いんですけれど、今人気のある方を元にして、その派生的に記事を変えていく中で、それでいいのかなと思ったんですね。ただ面白いから。ね、地方にやで市民メディアやってる人ってあまりいないから、面白いから記事にしたいっていうだけでは、市民メディアの本質っていうのは、読者には伝わっていかないと思うんですよね。僕もそうなんですけど、伝えたいものがある、書きたいものがある、伝えなければならないものがある、書かなければならないものがあるというスタンスはないんですよ。面白いからって言ってますよね。なぜって。面白くないと新聞買ってもらえないし、売り上げにも影響しないわけでしょ。だから、ほとんどもマスコミと同じ業界新聞も。面白ければそれでいいと発想で、ミーハー的な記事を変えてね、読者の注目を集めて、これで万々歳っていうその体質がなんかおかしいよねと。本当に、市民メディアのことを伝えたいのか、地方で頑張ってる面白い人間を紹介したいのか、どっちなんですかと。市民メディアのことを伝えたいんであれば、何も僕じゃなくても、いろんな方いらっしゃいますよね。岩上さんもそうですし、あと白石さんもそうですし、いろんな方が市民メディアっていう名前で、活動を展開していく中で、なんで地方の、なんでこういった、田舎の、人間にスポットを当てるのかっていうところが、いまいち分かってこない。面白いからっていう理由であれば、あんな僕も断りますってなってくるんですよね。そうじゃないと。もうちょっとね、市民メディア、日本のこれまでの短い歴史ね、市民メディアの、そう分かってるんですかというとこ、本当に市民メディアを取り上げてね、今後その大きな勢力になっていくのかどうなのかっていうところの分析、過去の反省、なんで過去にいっぱい出てきていた市民メディアが今もないのかというところの、反省、教訓、そういったところもね、含めて記事にしていかなければ、いや、堀潤さんが市民メディアやってると、きゃあ、すごいね、頑張ってね、と言うけれど、実際市民メディアって何だろうか、分かってない。そこ分かってないと、どうしようもないと思うんですよ。だから僕は、前回の紹介したように図書館に行って、市民メディアとは何ぞや、と本を借りてきました。オルタナティブメディア、マクルーハン、ハンドブック、民意、ね、こういった本をね、やっぱり読まないといけないと思うんですよ。ね、忙しいから、取材しているから、忙しいから、本読む時間はないってわけではない。本読む時間を作ってまでも勉強しないといけないと思うんですよね。なんかその市民メディアの置かれた歴史、何年日本ではことごとく、市民メディアがビジネスとして失敗したのか、何が問題があったのか、どこをどう改善していけば市民メディアは根付くのか、といったところまでは多分紹介しないと思うんですよね。ただもう面白いから、楽しいから、興味があるからという興味本位で書かれると怖いよね、と。なんて言われるのかわからないよな、と。で、ほとんどの、新聞記者は書いた原稿を見せてくれません。取材はするけれど、取材した後、取材対象に対して、こんな風に原稿を書きましたんで、見てくれという問い合わせは一回もない。で、出来上がった記事見ると、何これ、俺こんなこと言ってないよってなことを平気で書いてるんですね。そこから怖いんですよね。だからそのあたりだと、なんだろうな、プロの記者なわけですよね。ここに書いてあるように、記者がもう諦めますって。もう書かないそうです。諦めて。へえと思ったんですよ。僕から言われて、ね、もう書かないって何でしょうかと。普通取材対象者に、もうこの件に関しては記事にしませんって言わないですよね。前回か、あ、その記者は自分で上司に相談をして、ね、書くようにしますと。で、上司から OK もらったんで、これについて書きますっていう電話だったんですけれど、もらったメールでは、もう書きませんと、もう記事にしませんということを平気で取材対象者に話をするっていうところがわからない。逆に言うと、
組織にいる新聞記者っていいよなと思ったんですよ。ね、自分が判断をしてこれは書けないっていう判断したものは書かなくてもいいわけでしょ。だったら書かなければならないものっていうのはないはずなんですよね。自分が書かないといけないと思ったことは、どんなことがあろうが最後まできちんと書かないといけないし、自分が上司にね、こういった内容で記事書けます、上司が「よし、分かった、書いてみろ」って言われて書いているのに、もう書けません、諦めます、やめますっていうことをどう上司に言うんだろうかと。そのあたりね、甘いですよね。本当は甘い。書かなくても組織の中にいる記者は給料は減らないし、何も変わらない、責任もない、書かなければそれで終わりなわけでしょ。僕ら紙面メディアっていうのは、実際現場に行って感じ取って、あ、これは書かないといけない問題だな、これは伝えないといけない問題があるなって言ったことは、とことん最後まで書きます、ね、伝えます。それが僕ら紙面メディアの使命であるのかなと思うんですよね。だけど、今回の大手業界新聞の記者は、自分に手に負えないような内容であるっていうのが分かった時点で、諦めます、書きませんということを取材対象者に平気で言うと。根性がないですね、今の若い記者。前も毎日新聞の若い記者がですね、取材中にレンズがない、僕そこにおったんですよ、レンズがないと、僕にすいません、レンズを貸してもらえますかっていう毎日新聞の記者がおったんですね。ってなんであんたレンズ持ってないのって言ったら、いや、毎日新聞からはカメラは借りれませんと、これ自腹ですって、自分で買ったんですって言ったんです。あ、自分で買うの、普通自分で買うんだったら、望遠レンズも買うよねって言ったんですけど、まあ、女の子だったんで、まあ、そこまでは気づかなかったみたいで、まあ、しょうがなくレンズは貸しましたけれど、取材する準備、心構えっていうのが甘いよなっていうところですね。朝日新聞の記者なんかはね、商店街の皆さんが一生懸命丹精込めて作った花壇、花壇の中に三角を立てて、イベントの取材を撮影してたんですね。これもね、なんだって、ね、花壇の花がないところに足を構えたって、そこは花壇の中なんで普通しませんよね。取材だから、朝日新聞だから、報道だから OK っていうわけでもない。ね、中傷と思ったら、もう彼女はさっともう足を抱えてもう行った後だったんで、何も言えなかったんですけれど、まあ、その方まだいます、宮崎に。たまに顔を合わせますけど、僕と目が合ってくれません。だからね、マナーというか、何だろうな、私がこんなことやっても、会社が責任取ってくれる、会社が会社があって、上司があって、甘えてるんでしょうね。うん、それじゃダメでしょう、はっきり言って。諦めますって言葉聞いたのは初めて聞きました。そんなね、プロの記者がそんなこと平気で言うんだって言ってて驚いたんですけれど、まあしょうがないよな、それだけの力量しかないのが、なんで市民メディアを取り上げようというふうに考えたのかっていうとこが不思議ですよね。はい。で、その記事なんですけれど、今度はね、ここの下の方に、やったーって、もうこれ2回目ですね、私の書いた記事をもとにした英訳の記事が、今日かな、昨日かな、今日かな、あ、今日だ、今日の、日本時間の午前10時、これは日本時間ですよね、日本時間の午前10時じゃない、これはグリニッジ標準時ですね、に公開されましたという連絡来ました。グローバルボイスという、英語のサイト、世界中の、市民メディアの方々、またはアルファブロガーの皆さんの書いた記事を、紹介する英語版のサイトです。もちろん英語です。僕の記事丸ごと英訳っていうんじゃなくて、僕の記事を元にして海外の人に今の日本の様子を伝えるという、まあ、編集者の方がね、いらっしゃって、その方が英語の原稿を書いて、記事にしております。まあ、何かというと、この前話をした、
政府広報の、パロディ画像を使って、歴史認識に関する、情報を、流した。Facebook の使い方、Facebook でのシェアに関してを中心に、書いている記事でございます。まあね、Facebook の方に URL 書いてますし、また後で、動画の方の、説明欄にも、グローバルボイスの、アドレスを、書いておきたいと思います。まあ、2回目と言いましたけれど、1回目がピンクリボン運動の、記事が、韓国の、サイトの方、ニュースサイトかな、の方に掲載されまして、何年、3年ぐらい前ですかね。で、今回2回目です。まあ、あまりね、僕の記事って、そう面白くない記事なんで、どのくらいの方が見るのかな、まあ、海外がどんな反応をするのかなというところで、まあ、楽しみではあります。やはり続けることです、市民メディアは。続ける、まあ、前も言ったように、資金的にきついです、はっきり言って。ですんで、ビジネスモデルとしては、市民メディアはやっていけないんですよ。もう、ほとんどもスポンサーをつけることができない。まあ、というか、スポンサーをつけないでやるっていうスタンスでやってますんで、ほとんど僕の場合には自腹切ってやってると。で、オーマイニュース日本版とかは、孫正義社長ね、ソフトバンクの、孫正義さんが100%出資して、会社を作って、鳥越俊太郎氏を編集長に迎えていった時から、もうごたごたが起こったんですよね。もうその出発からも完璧にも失敗していたんですけれど、その後も、お金をガバッとつぎ込んだ割には、2009年、2010年、9年かにも消えました。ね、続かないんですよね。まあ、スポンサー形式というか、大手マスコミ形式の市民メディアだったもんですから、今残ってるのは竹内健先生のところの、日本インターネット新聞社、ジャンジャン。ジャンジャンが今ブログとして残っていますね。うん、それぐらいですね。PJ ニュースも消えたんで、それぐらいですかね。だから本当ビジネスモデルとは続かない。まあ、岩上康美さんが、カンパ形式で、まあ、最低でも5000人いないと運営ができないという状況で、まあ、まだ、4800ぐらいとかで、まだ足りませんっていう話をしてましたけどね。なかなかその資金をどう集めるのかっていうところが非常に難しいと思います。まあ、僕は自分ができる範囲でやってますんで、まあ、県内を中心に、まあ、結構ね、ガソリン代かかるんで、ガソリンがかからないような近場をぐる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 回って取材をしているんですけれど、昔はね、結構県外にも行ってましたけれど、やはりもう資金がネックで、なかなか遠くにも行けないという状況です。まあ、南九州に市民メディアがないんで、まあ、鹿児島、熊本あたりで、まあ、市民メディアの講座を開いてね、地元の方を人材育成していく。何も市民メディアって難しい問題ではありませんよと、誰でもできますよということをね、お伝えしていきたいなというふうに思っているところでございます。そんでね、まあ、プロという人間、マスコミ界で飯を食っていく人間であれば、書けませんということは一切これ言ってはいけないと思います。誰に対しても。上司から OK もらっておきながら、書けませんということぐらい恥ずかしいことはないと思う、プロとして。うん。それは言えます。だから、なんだろうな、プロ意識、記者を何年続けようが、ね、プロ意識を持ってやってますかと、本当にこれは伝えないといけないと使命感を持って伝えてますかと、諦めて書かなくてもいいような内容であれば、書くなと、初めから。やるなと、初めから、ということですよね。人気さえあればいいと、ね、ミーハー的な記事を書いて、部数が増えればいいというだけの問題でもありません。そのところよく考えてくださいね。で、勉強しましょう。ね、こういった本を読んで、情報武装、理論武装というか、本当、マスコミは何をしないといけないのか、何を伝えるべきなのかということをね、本当考えてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで、今日も熱く語ってしまいましたけれど、僕も自分では市民メディアのプロと思ってますけれど、飯は食っていけないんで、どうにかして、プロ、市民メディアのプロというかね、セミプロとして、もっとお金が稼げるような記事もね、どんどん変えていければいいのかなというふうに思っているところでございます。はい、ということで、今夜の4語頻語な夜、第703回、そろそろ終わりにしたいと思いますが、皆さんもね、こういった、手作りであれこれいろんなものを作ったりね、ないものを作り出すっていうのは非常に面白い。うちの弟がこれ見て、お、あんちゃんすごいなって言ったんですよ。ね、嬉しいですよね、言われると。なんていうかね、手作り創意工夫、ボケないための手の訓練もなりますんで、何か作ってみると面白い、新しい発見があるかと思います。ね。はい。ということで、今夜の放送をこの付近で終わりにします。YouTube の方に、Ustream で放送した第40回の原発再稼働反対ウォークの、中継画像を、アップしました。これから、また、ハイビジョンサイズの記録用の映像を、編集して YouTube の方にアップしたいと思います。残念ながら防護服のプレゼント、該当者なし。誰も手を挙げずに黙って見てました。そうですよね。防護服欲しいという人ってほんどいないですよね。だから一応ストックしておいて、自分で着てみようかなというふうに思っているところでございます。はい。ということで、今夜の4語頻語な夜、この付近で終わります。明日もね、同じ時間帯に放送したいと思います。それじゃ、失礼します。ご視聴ありがとうございました。失礼します。